お疲れ様です。はい、またあめちゃんです。磯部です。お疲れ様です。マサルン。マサルンです。お疲れ様です。ゲストに呼んでみました。よろしくお願いします。こういう形で自撮り初めてなんですけど、はい。2020年の首都圏のラーメンを振り返ろうかなと思って。振り返りましょう。最初一人でやろうかなと思ったんですけど、はい、一人だとちょっと続かないかなと思ったんで、呼んでみました。よろしくお願いします。なんでちょっと2人でいろいろ昨年の動きについて喋りたいと思います。で、先にちょっと断っておきます。僕ラーメン屋です。で、まあラーメン業界関係者です。はい、お店一応沖縄でやってます。大阪でやってたお店はもう閉めました。同業者が同業者に対してあれこれ言うのが嫌いな人はここから先は見ないでください。はい。もしかしたら批判的なことを言っちゃうかもしれないし、批評的なことを言っちゃうかもしれないので、同業者批判的なことが嫌いな方は、はい、ここでストップしてください。はい。ただからまあリスペクトを持ってね、はい、もちろんお話しますね、はい、これは。そこに関してはもちろん、はい、いいお店の話とかがやっぱ多くなるんでね、絶対的に。なので、まあ、はい、コメントとかで同業者批判はどうこうみたいなことは、はい、言わないでください。見ないでください。で、はい、そんなに言わないです。はいはい、はい、じゃあまずどうしましょう、ね、こう、はい、何から話そうかなと思ったんですが、はい、とりあえず分かりやすいというかこれ、はい、トライボン。トライボン、あ、逆になってますね。でもこう、まあ、こうまあ、トライボン、うん、これについてね。で、まあ、その前に去年何回食べた。去年、ツイッターで上げてたのが220杯ぐらいで、で、実際は仕事絡みを入れないので、うん、隠したりするのがあるんですけど、うん、250ぐらいです、多分。そのうち、首都圏は？首都圏は多分、3分の1ぐらいになってますね。今年、大阪にいたので、あ、去年。なので、そんぐらいですね。地方と大阪、関西がやっぱメインになっちゃいましたね。なあ。でもこっち来た時には結構意識的には食べに行くので増えますけど、60、70ぐらいだったと思います。お、はい。でも僕は昨年395杯。ちょっと地方、はい、首都圏でどれぐらいかっていう比率は分かんないんですけど、はい、まあコロナでねほとんど行けなかったから大体首都圏で食べたかなとは思ってます。で、まあ今日この動画撮ろうかなと思ったんで、一応このまあ、トライボンで高い評価を受けた、はい、お店たちはちょっと回っておこうと思って、で、はい、マサルにもちょっと回っといてって言って、自分も年明けに結構行きました、はい、回ってもらいました。で、このね、この本では新人大賞島でした。島、2位がサントラ、サントラ、3位がキツネっていうあたりの準備になってました。はい、はい、マサルン的新人大賞。新人大賞どこ？上位は大体食べたでしょ。はい、食べました。はい、食べてないとこ結構あるんですけど、どこ？トライボン、これでもな、なんか忖度みたいに感じられちゃうのが嫌なのもちょっとあるんですけどなぜかと言ったら渡辺出身の方が2件ぐらい入ってるというね。まあね、そこがあって、まあね、ちょっとね、そこは僕もね、あとは難しいとこだけどね、曲がり営業してたね、クジラ食堂さんとかね、なんか、うん、結構知り合いが多かったんで、うん、まあ、それを本当抜きにして、抜きにして、自分は新人大賞、新人大賞、で、だんだん、自分はそうめん庵砂田で行きます、はい、砂田さん。です。砂田さん。砂田さんです、個人的に。砂田さん。まあ、これはいろいろ理由があります。そうです。はい。はい、まずシンプルに俺、白川の中華そばが大好き。うん。うん。もう、虎食堂超リスペクトしてるので。はい。で、ただその、こう、虎食堂を例えば、修行して、うん、それと同じクオリティ出してたら面白くないじゃないですか。うん。で、砂田さんは別にそこで修行したわけではなく、うん。で、渡辺という違うラーメンのとこでいろんなラーメンを覚えて、うん、で、このもうかなり本場に近いテイストのを出してきて、うん、で、かつオリジナリティ、うん、だから作り方としてはもう基本のこの白川でのやり方をしっかり踏襲してるんだけど、うん、
っていうところがやっぱりすごい良かったなと、うん、もちろん美味しかったのもあるんですけど、うん、やっぱりそういうこうなんかこうオリジナリティとかその人のこう作ってる色が見えるラーメンっていうのは俺すごい好きなんで、それを考えるとトータルではやっぱここがあったかなと。おう、うん、これ迷わず迷いましたね。どこと迷った？これ逆にまあ2位3位があるから、はい、あの俺ちょっと前に志麻さん食べたんですけど、1位だったこのトライの一次陣容ですね、の志麻さんは単に好みだったので、うん、いいなと思ったのと、あとサントラも好きです。おう、これサントラはこの純粋系と言われる味噌が好きなんで。2位はどっち行っちゃう？2位は島ですね、多分。でも3位選ぶとしたら堀川にします。あれサントラじゃないんだ。サントラじゃない。いや、サントラはまあもうあの中でもすごい、このタイプの中でもすごい俺は美味しいと思うし、このクオリティが都内で食べれるっていうのあると思うんですけど、やっぱりもうスミレでこんだけ働いて、やった人がそれはこんなのこれから出すだろうっていうか、すごい美味しかったですよ。もう俺近くだったら多分通うしぐらい美味しいんですけど、そういうところもあるかな。なんか、新人ってやっぱりそのキャリアとかもあるじゃないですか。だから砂田さん、まあ俺ね、もちろんあのジュアンさんのとこにいた方なんで知ってるんですけど、まあ、キャリアとか含めても、うん、やっぱりこう自分で努力してやってきたんだなっていうのが見える店と、うん、そりゃこのキャリアならできるでしょうというか、だから例えば俺多分この中で有名店の2号店とかは多分入れないです、うん、その時点でめちゃくちゃ美味しくても、うん、っていうのがあって、島も一応ね、うん、独立みたいな感じですよね、うん、それを考えると堀川はなんか大阪から来たのに、うん、なんか、うん、あと煮干しラーメンの中でもちょっと個性があったかなと、うん、なんか醤油こんだけビシッと効かした煮干しラーメンっていうのがあまりなかった、まあ、ないわけじゃないんですけど、うん、煮干しってやっぱどうしても薄口とかで煮干しの出汁をこう活かせるような醤油だれ使うとこが多くて、で関西ってちょっと甘みじゃ多いじゃないですか、うん、結構キリッとした醤油にして関東寄りというか、うん、なんか東京の新人っぽいみたいなラーメンだったんで、あ面白いなって思ったのが、うん、あったかな。でもなんかさ、今の話で言うとさ、うん、堀川新人でいいの？そうっすね、だからでも抜けなやんなかったのかも。まあ俺大阪で食べてないんですけど、あやっぱ新人ってなると、うん、なんかそういうのも含めて砂田さんかな。あすごいこういうの作ってきたんだなっていうかそう、でもそれを結構白川っていうか、まあ今鶏と水のね、うん、醤油の多いじゃないですか、うん、でもやっぱその流れじゃないですか、このラーメンって、うん、だけどちゃんと白川になってるっていうところが俺は良、うん、かったですね。うん、でなんかやっぱもう、うん、こういうの作り手のなんかね色が見えるっていうか、うんうん、そういうところですかね、うん、ただまあ知り合いなんでね、いいのかなっていうところはありましたけど、まあ、それ考えて も、うん、もう僕の YouTube だからそうですねっていう感じです。はい、今のところそうですね、はい、トライ全体で言えば、じゃあ渡辺ジュアンさんのこれ僕も迷いました。迷いました、うん、迷いました迷いますね。1位ね、うん、島。あやっぱりこれ結構僕、うん、島最近食べたの。俺もまあこれ4日前ぐらいですよね、食べた。行列が嫌で、うん、俺もそんな。お店の前までは3回ぐらい行ってたんだけど並んでるわと思って回避してっていうのを繰り返してたんだけど、でもこの動画撮ろうと思ったから、これ食べなくちゃと思って、もう並びましたよ。で、もうその前にまあ見た目的にもね、言い方悪いけど、どうせまあ今の流行り系でしょ、意識高い系でしょってちょっとね思ってたから。おそらく、まあ、食べなくちゃいけないけど、多分僕が評価することないんだろうななんて思いながら。行ったの、うん、で食べたらあれ美味しいじゃんって思って、美味しいんですよ、ね、俺もすごい美味しかったから、でもまあね予想を裏切られた部分はあって、うん、なんか今の、うん、ねなんか水鳥系じゃないじゃんですね、だからなんかちゃんと佐野ありましたよね、ちゃんと、うん、佐野さんっていうかまあ品そば屋の流れもなんとなく感じつつ、うん、
で今の流行りに寄ってるっていうような感じがあって、でもすごいよくできてて、でなんかね、多分味だけだと僕そこまで評価しなかったと思うんだけど、あのね、店主さんの作り出す空気感良かったですよね。ピリッとした、うん、そう、あの名店の雰囲気っていうか、すごい丁寧だし、でも別に接客悪いわけじゃないじゃないですか、ね、すごい、ね、そう、そこ良かったですね。丁寧なんだけど緊張感もあってっていう、丁寧に接客してね、丁寧にラーメン作って、うん、あれやっぱあの雰囲気で、あ、これは1位だって思っちゃった、うん、なんかわかりますね。なんかさ、うん、あの味を作れる人は他にもいると思うの、うん、ね、多分、うん、多分、でもあの雰囲気を作れる人って数少ない気がするんだよね。あれ演出じゃできないですからね。できない。あれ演出したいじゃないですか、ああいう雰囲気って、うん、俺ああいうのできないんですよ、あのなんかキャラ的にとかまあまあね、そういうのもあるとは思う、あるんですけど、いやああいうの、でも俺あのピリッとした空気で悪い気分全くなかったんで、うん、そうそうそう、すごい、でもう一人の女子さんもしっかり丁寧にやってて、なんかそこがすごい良かったですよね。そう、うん、あれがほら悪い雰囲気になっちゃう、あるじゃないですか。そう、逆になんかそのお店ルールきつめな、うこう高圧的な雰囲気だと僕も一気にそれで嫌いになるんだけど、はい、高圧的な雰囲気は全然ないんだけど すごい緊張感があって、いや良かったよね。あ、そう、これいい店だなっていうので、なるほど、1位島、なるほど、これはしょうがないと思いました。2位3位入れな、まあ順なくても悩んだとか、島食べる前に僕どうしようかなと思って、はい、まあこれかなってやっぱ思ったのはサントラ。サントラでやっぱ迷ったのは同じ理由、はい、サントラ新人、うん、とか、あとそうですよ、ね、まあ言ってみればスミレの味じゃんっていう、なんか新しい味じゃない、うん、もう知った味のよくできた味っていうなんかがあったから、でも消去法かな、もう本当はサントラじゃないけど、でも消去法でもうサントラかなって思ってたから、まあ一応それが2位で、でまあ3位が砂田かな。今回キツネと砂田というこう、うん、弟子が2人、うん、まあね、上位に入って、うん、砂田かな。まあでもなんか似てます、似ちゃってますね。俺だって揚げたの3って大体 ね、これもちょっとね、炎上やだな炎上やだな、なんかね、まあ正直コロナもあったと思うんだけど、小粒感が否めなかったの、はいはい、さっき消去法でサントラかなって言ったんだけど、確かになんか毎年のこのトライの出てくる、うん、俺まあ食べてないの結構今回あるんですけど、うん、見た感じすげえこれみたいなのって、まあ、一軒二軒あるじゃないですか、なんかの話題のというか、なんかそういうの少なげっちゃ少なかったですよね。そう、若干やっぱ消去法的に選んだ部分があって、うん、っていうね、なんか、うん、まあコロナの影響もあったかなと。確かにお店オープンもね、多分伸ばしてた人多かったと思いますよね。思うから、まあ、それしょうがないですよね、うん、でもまあその中でまあ一応僕は島、サントラ、なるほど、砂田っていう。でね、この本、はい、まあその審査日の関係上だと思うんだけど、はい、12月終わり頃、はい、注目の新店できましたよね。はい、どこですか。恵比寿、綾川、おー、話題になりました。話題になりましたね。これも食べてきました。俺行ってないです、ね、はい、これね、あれがこの審査期間内だったら、まあ来年のね、この本の審査対象ではあるんだけど、うん、対象候補だね。対象にはならないと思うけど、はいはいはい、候補として上がる、あのね、これね、コンサルタントとしてやられたと思った、うん、店作りとか、メニューとか、うん、あのね、味作り、味がどうこうじゃない、うん、別に味はまあ、言ってみれば普通に、まあ、美味しいですよ、うん、ね、まあまあ、コンセプトが秀逸。まず手打ち、うん、まあ、手打ちだけでまあ引きっていうかキャッチあるところに、親鳥中華そばっていうあのネーミング、うん、親鳥ってなかったですね。
おやつは使うじゃん、別に。使いますけど。使うじゃん。メインにしたことない。ね、素材としては別に使う素材だし、うん、あれだけど、あれをメインに持ってきて、ネーミングに親鳥中華そばっていう、つけたのが、やられたって。そう。あれだからどこの会社が絡んでるのか、どこだ、誰が絡んでるのか知らないけど。これなんとなく聞きましたね。これちょっとカットするからちょっと教えて。ただね、そのギャップとしてちょっと残念だったのが、厨房に3人いたんだけど、3人ともなんか、ね、アルバイトっぽい雰囲気っていうかね、なんか資本っぽい感じあるんですか。ある、なんかそうある、うん、そうそうそう、でも個人、もう明らかに個人店じゃない雰囲気で、で厨房の中で働いてる子もなんかねプロっぽくないの、アルバイトっぽい雰囲気を出してて、でもコンセプトも味も、ただコンセプトがすごいしっかりしてる。で今の時代にあってしまうもんね、またこの流行りの味にこうつながってるんですもんね、はい、あれはねやられたね、 あのコンセプト思いついたっていうのは、ね、確かに親鳥って言ったって多分クジラ食堂とか、うん、ベース多分、まあ、使ってるじゃん、だって今回笠岡だから、うん、多分使ってるよね、あっちの方のね、うん、スープじゃないですか。でもあれは笠岡ラーメンをメインに出して、うんうん、もうあのラーメンはすごい秀逸だし美味しかったんですけど、多分やっぱなんかその見せ方とか そのネーミングとか、うん、そういったところでこう話題のなり方って結構あるんですね、うん、確か親鳥主系背景とか、まあ、あるじゃないですか、うん、いろいろ、うん、確か親鳥ってよく考えたらないですね、なんか言われてみたら、ね、確かもう素材でもともたくさん使うし、うん、全然で、あっちのほら、四国とかあっちの方行くとね、うん、食べる文化があるから、うん、なるほどね。ちょっとね、やられたね。これ多分まあ来年のトライボンはね、入ってくると思います。それあともう一つ、なんかある新店で、これまだ入ってなかったんですけど、うん、ジャイサナベイかわかんないですけど、四つ葉さんの新店。ああ、まだ行ってない。深緑さん。で、四つ葉さんも違う、味違います。で、まあ、よそこさんも仲良くしてる店で、まあ、地元近くてね、イベントのお手伝いとかしてたりするんで、ちょっとこう身内びいきになっちゃうから今回入れてないんですけど、なんかこの四つ葉の進化を見てきてるんですよ、ずっと。その本当にオープンぐらいからのなんかその、あ、本当にこう完成されて自分の作りたいラーメンをこう作ったんだなっていう感じがすごい見えて、なんかすごい良かったんですよ、まあ、あっちだから。でも彼はだから要は新人じゃないじゃないですか、うん、俺からすると。だから新人っていう感覚ではちょっと違うんですけど、うん、食べたラーメンの美味しさみたいな、去年食べましたラーメンっていう中で行くなら、うん、多分一番美味しかったのは深緑です。俺ラーメンとしての完成度とか、あ、そうで1000円超えのラーメンなんですけど、うん、1000円超えのラーメンいろいろあるじゃないですか、うん、1000円超えたラーメンで俺は一番満足度が高かったです。チャーシューも、うん、結構量しっかり入ってて美味しくてブランドの豚使っててとかなんですけど、うん、そのいい素材をちゃんと詰めてるのに、なんかその店主さんの色と、うん、なんかその四つ葉のこう荒々しかった感じがこうなんか綺麗にまとまって、うん、っていうのがあったんで、食べたラーメンだとレオ深緑が美味しかったんですけど、これも身内っぽくなっちゃうんで、なんか難しいとこだなっていうところですね。はい、ちょっとこんな新店に関してこんな感じで、はい、美味しかったっていう、はい、ただ今褒めちぎっただけですからね、これ。はい、本当にすごかったっていう話をするだけだから別に何も炎上とかそんな気にしなくて大丈夫ですよ、うん、美味しい店を話したんでとりあえず新店の話でした、はい、はい。